お結合型グリコシルカまたは単に大グリコシルカは、タンパク質のセリン、またはスレオニン残機の酸素原子に対する糖分子の負荷である。大グリコシルカは、タンパク質が合成された後に起こる翻訳ご就職である。真核生物では、小胞体、ゴルジ体、そして時には、細胞質でも行われる。原核生物では、細胞質で行われる。セリン、 またはスレオニンにはいくつかの異なる糖が付加される場合があり、それらは安定性を変化させたり、活性を調節したりといった、いくつかの異なる方法で、タンパク質に影響を与える。セリン、またはスレオニンに糖鎖が付加されたオーグリカンは、免疫系細胞の輸送、外来物質の認識、細胞の代謝の制御、軟骨や、腱の柔軟性など、体中で多数の機能を持っている。 そのため、オーグリコシルカの変化は、ガン、糖尿病、アルツハイマー病を含む多くの疾患において重要である。オーグリコシルカは、深核生物、コサイキン、バークホルデリアセナセプシャ、ネースセリアコーナーア、アシニータバクターバウマンニーなど、多数の病原性細菌を含む、生命のすべてのドメインで生じている。一般的なオー、ガルナック、コア構造、コア1、 コアに、ポリエヌアセチルラクトサミン構造。セリン、またはスレオニンに対するエヌアセチルガラクトサミンの負荷は、タンパク質のフォールディングの後に、ゴルジカラダで行われる。この過程は、ガルナックトランスフェラーゼと呼ばれる酵素によって行われ、酵素には20種類のタイプが存在する。オーガルナック構造は、他の塔や、メチル元や、 アセチル元など他の化合物の負荷によってさらに就職される。こうした就職によって8種類のコア構造が形成されることがこれまで知られている。様々な細胞種においてグリコシルトランスフェラーゼとして知られる様々な酵素によってさらに糖が付加され、そのため形成される糖尺構造は細胞によって異なる。孵化される一般的な糖としてはガラクトース、N、 アセチルグルコサミン、フコース、シアル酸がある。これらの糖は硫酸元やアセチル元の負荷によってさらに収縮される。H 抗原に N アセチルガラクトサミンが負荷されることで A 抗原が形成され、ガラクトースが負荷されることで B 抗原が形成される。生合成、ガルナックはガルントの活性によって線具体分子からセリン、またはスレオニン残基へ負荷される。 この線具体は、タンパク質への負荷が行われる場所へ糖を輸送するために必要である。多数の酵素が糖の負荷を行い、そのそれぞれが異なる残機に対する選択性を持つため、ガルナックは特定の残機に特異的に付加されるというわけではない。しかし、セリン、またはスレオニンの金棒にはプロリン残機が存在していることが多い。一つ目の糖が付加されると、 パノグリコシルトランスフェラーゼがさらなる糖の負荷を触媒する。形成される最も一般的な構造はコア1とコア2である。コア1は一つ目のガルナックにガラクトースが付加されることで形成される。コア2はコア1に加えてさらに N アセチルグルコサミンが存在する。コア2にグレクナックとギャルが交互に付加されることでポリ N アセチルラクトサミン構造が形成される。 オーグリカンの末端の塔はレクチンによる認識に重要であり、免疫系で重要な役割を果たす。フコシルトランスフェラーゼによるフコースの負荷によって、ルイスエピトープが形成され、ABO 式血液型の決定因子の足場となる。フコースのみが付加されることで、H 抗原が形成され、この抗原は O 型に存在するタイプである。この構造さらにギャルが付加されることにより、 B 型の B 抗原が形成される。代わりに、ガルナックが付加されることにより、A 型の A 抗原が形成される。PSGL-1 のオーグリカンは、リガンドを細胞表面から離し進展させる。末端に位置するスレックスエピトープは、細胞表面受容体との相互作用を可能にし、白血球の極剤をもたらす。機能オーガルナックは、免疫応答過程での白血球の循環。 受精、侵入微生物に対する防御など様々な過程で重要である。オーガルナックは膜の糖タンパク質に一般的な糖でタンパク質が膜表面から伸びていく、要膜近接領域の合成を高めるのを助ける。例えば LDL 受容体はオーグリカンによって合成が高められた領域が存在することで細胞表面から伸びていく。 免疫系の白血球は感染細胞へ移動するために受容体を介してこれらの細胞と相互作用を行う必要がある。白血球はこうした相互作用を行うことができるよう細胞表面にリガンドを発現している。PSGL-1 はこうしたリガンドの一つであり、その機能に必要な多くのオーグリカンを含んでいる。 末端のスレックスエピトープが受容体の相互作用に必要であり、細胞膜の近傍のオーグリカンは PSGL-1 の進展した構造を維持する。ムチンはオーグリコシルカが高度になされたタンパク質のグループであり、消化器や呼吸器の表面に並んで感染からの保護を行っている。ムチンは負に帯電しており、水と相互作用して蒸発することを防いでいる。こうした 相互作用によって器官は潤滑となって細菌が結合して感染することができないようになっており保護機能に重要な役割を果たしている。無ンの変化は癌や炎症成長疾患を含む多数の疾患において重要である。無ンタンパク質上のオグリカンの欠乏はその立体構造を劇的に変化させ正しい機能を妨げることが多い。通常、セリンまたは それを忍斬機に対する n アセチルグルコサミンの負荷は細胞内にとどまる細胞質タンパク質や核タンパク質に対して行われるが、これは通常をがるなく、就職が分泌される。タンパク質に対して行われるのと対照的である。この就職は近年発見されたばかりであるが、就職されることが知られている。タンパク質の数は急激に増加している。この就職は？ 分泌タンパク質に対して行われるもの以外で、最初に発見されたグリコシルカの例である。オーグレクナックはオー、グレクナックトランスフェラーゼによって、タンパク質に付加され、オーグクナケースによって除去されるサイクルを繰り返す。オーグレクナック化は、多くの場合コア構造に対する、さらなる糖の負荷が行われないという点で、他のオーグリコシル化とは異なり、 糖は何度もタンパク質に孵化されたり除去されたりする。この孵化と除去のサイクルは非常に特異性の高い2つの酵素によって行われる。オーグレクナックはオーグレクナックとランスフェラーゼによって孵化され、オーグクナケースによって除去される。この特異的就職に影響を与える酵素はこの2つしか存在しないため、これらの酵素は非常に緊密な調節を受けており、 他の多くの因子に依存している。オーグレクナックは負荷と除去が行われる動的な就職であり、リン酸化と多くの類似点が存在する。オーグレクナック化とリン酸化は同じセリン、またはスレオニン酸基に対して行われ、これら細胞の多くの機能に影響を与える、就職の間には複雑な関係が存在していることが示唆される。就職は細胞のストレス応答、 細胞周期、タンパク質の安定性、タンパク質の代謝回転などの過程に影響を与える。パーキンソン病や自発型アルツハイマー病などの神経変性疾患にも関与している可能性があり、糖尿病にも関係していることが判明している。さらにオーグレクナック科は、癌細胞が増殖を好むようになる代謝の変化として定義されるワールブルク効果を更新する。 オーグレクナック化とリン酸化は特定の残機に影響を与え、そのためどちらもシグナル伝達経路の調節に重要な機能を果たし、これらの過程のいずれもが癌研究の興味深い標的となっている。オーマンロース等差は、アルファージストログリカンのセリンとスレオニン残機に付加され、タンパク質の2つのドメインを分離する。リビトールリン酸、キシロース、グルクロン酸は、 長い糖鎖を形成し、規定膜との相互作用を安定化する。オーマンのシルカは、タンパク質のセリン、またはスレオニン酸基へのマンノースの転移を伴う過程であり、ドリコール P マンノースを共用体として用いる点で、トーヌクレオチドを共用体分子として用いる他の大部分のオー、グリコシルカ過程とは異なる。他のオーグリコシルカ過程とのさらなる差異として、 ゴルジカラダではなく小胞体で開始される過程である。しかし、さらなる糖の負荷はゴルジカラダで行われる。近年までこの過程は菌類に限定されていると考えられてきたが、深核生物、細菌、古細菌のすべてのドメインで行われていることが判明している。オーマンの汁化がなされる人のタンパク質として最もよく特徴づけられているのはアルファージストログリカンである。 オーマンは、タンパク質の2つのドメインを分離し、細胞外領域と細胞内領域を連結して、細胞を正しい位置に固定するために必要である。この構造には、複雑な就職によって、リビトール、キシロース、クルクロン酸が付加され、長い糖鎖が形成される。この就職は、アルファージストログリカンと細胞外基底膜との相互作用の安定化に必要である。 この就職がなければ、糖タンパク質は細胞を固定することができず、重度の脳形成以上で特徴付けられる先天性スジジストロフィーが引き起こされる。オーガラクトースはコラーゲンのリジン残機に一般的に見られる。コラーゲンのリジン残機はヒドロキシル元が孵化されて、ヒドロキシリジンが形成されていることが多い。この酸素の孵化のため、ヒドロキシリジンは、 大グリコシルカを受けることができる。ヒドロキシル元へのガラクトースの負荷は、小胞体で開始されるが、主に行われるのは、ゴリジ体で、特定配列のヒドロキシリジンに対してのみ行われる。この大ガラクトシルカは、すべてのコラーゲンで、正しい機能のために必要であるが、特に方型と V 型で多く見られる。一部の場合では、ガラクトースのコアにグルコースが付加されることもある。 セリンとスレオニン残器に対するフコースの負荷は、オーグリコシル化の稀な形式であり、小胞体で2つのフコシルトランスフェラーゼによって、触媒される。これらは、熱帯熱マラリアン虫ンチュープラスモディウムファルサポラムと、ドキソプラズマとキソプラズマゴンジーで発見された。いくつかの異なる酵素が、フコースのコアの身長を触媒する。このことは、 タンパク質に最初に付加されるフコースに対し、異なる糖が付加されることを意味している。オーグルコシルカとともに、オーフコシルカは主にタンパク質の EGF ドメインに見られる就職である。EGF ドメインに対するオーフコシルカは、タンパク質配列の2番目と3番目の保存されたシステイン残機の間の領域に対して行われる。コアとなるオーフックが付加されると、グレクナック、ガラクトース、 シアル酸の負荷による伸長が行われることが多い。ノッチは発生に重要なタンパク質でいくつかの EGF ドメインがオーフコシル化されている。オーフコシル化の変化によってタンパク質が形成する相互作用が決定され、そのため発生時にどの遺伝子が転写されるかが決定される。オーフコシル化は肝臓でのタンパク質分解にも関与している可能性がある。 オーフコシルカと同様、オーグルコシルカは、小胞体で行われる、稀なオー、結合型就職で、オーグルコシルトランスフェラーゼによって触媒され、タンパク質への負荷には一定の配列が必要である。オー GLC は、第7因子や第9因子などの EGF ドメインの保存された1番目と2番目のシステイン残機の間のセリン残機に、しばしば負荷される。 オーグルコシルカは、ノッチの EGF の正しいホールディングにも必要である、うである。ヘパランルサ酸とケラタンサ酸の構造。それぞれ、キシロースとガルナックがタンパク質のセリンとスレオニン残気に付加される。プロテオグリカンは、グリコサミノグリカンと呼ばれる、等速さが一つまたはそれ以上のセリンスレオニン残気に付加されたタンパク質から構成される。 ギャグは、糖の反復構造からなる長い鎖である。通常、プロテオグリカンは、細胞表面や、細胞外マトリックスに存在し、軟骨や、腱の強度と柔軟性に重要である。プロテオグリカンの欠如は、心臓と呼吸器の機能不全、骨格筋の発達の欠陥、腫瘍の転移の増加と関係している。タンパク質の残機の酸素原子に結合している。 等によって様々なタイプのプロテオグリカンが存在する。例えば、ヘパラン硫酸のギャグは、タンパク質のセリン残基にキシロースを介して結合している。この過程は一般的な過程でなく、特異的なキシロシルトランスフェラーゼを必要とする。キシロースには2つがラクトースが付加され、さらにグルクロン酸とグレクナックの反復単位が続く。ケラタン硫酸はセリン、または、 スレオニン残基にガルナックが付加され、倒査構造は N アセチルラクトサミンの単位が付加されることで、伸長する。タイプ2ケラタン硫酸は軟骨で特に広く見られる。セラミド、ガラクトシルセラミド、グルコシルセラミドの構造。ガラクトースとグルコースは、セラミドのヒドロキシル元にも付加され、これは、タンパク質に行われるものとは異なるお、グリコシル化の形式である。 その結果形成されるスフィンゴ糖質は膜で受容体の極材に重要な役割を果たす。これらの脂質の不適切な分解はスフィンゴリピドーシスと呼ばれる疾患群を引き起こす。これらの疾患は神経変性と発達障害で特徴づけられることが多い。セラミドにはガラクトースとグルコースの双方が付加されるためスフィンゴ糖脂質には2つのグループが存在する。 ガラクトスフィンゴ脂質は一般的に非常に単純な構造を持つが、グルコスフィンゴ脂質は就職を受けることが多く、かなり複雑なものとなる。ガラクトスフィンゴ脂質とグルコスフィンゴ脂質の生合成は異なる過程である。グルコースは小胞体の細胞質側でセラミドへ孵化され、ゴリジ体内空でさらなる就職が行われる。一方、ガラクトースは 小胞体の内空側で、セラミドへ孵化され、ゴルジ体で硫酸元の孵化が行われることが多い。オーグリコシルカガセリン、またはスレオニン残機ではなく、チロシン残機に対して行われる、唯一の基地の例は、グリコゲニンのチロシン残機に対するグルコースの孵化である。グリコゲニンは、グルコースからグリコーゲニンへの変換を開始する、グリコシルトランスフェラーゼであり、 筋肉と肝細胞に存在している。すべてのオーグリコシルカ過程は体内のあらゆる場所で広く見られ多くの細胞機能に重要な役割を果たしている。ルイスエピトープは血液型の決定に重要であり外来の器官を検出した際の免疫応答を作り出す。これらについての理解は臓器移植に重要である。免疫グロブリンの品自領域には構造を維持するために 個々のドメイン間で高度にオーグリコシル化された領域が存在する。この就職の存在によって外来抗原との相互作用やタンパク質分解からの保護が行われている。アルツハイマー病はオーグリコシル化の影響を受けている可能性がある。アルツハイマー病において蓄積して 神経変性を引き起こすタウタンパク質はオーグレクナック就職を含んでおり、疾患の進行に関係している可能性がある。オーグリコシルカの変化はガンで極めて一般的に見られる。オーグリカン構造、特に末端のルイスエピトープは主要細胞が転移過程で新たな組織に侵入する際に重要である。こうしたガン細胞のオーグリコシルカの変化の理解は、 新たな診断アプローチや治療機会へとつながる可能性がある。ありがとうございます。